この学力定着状況調査は、子どもたちの学習状況を把握し、学校での指導に役立てようと、県内の小学5年生と中学2年生を対象に、県教育委員会が毎年4月に実施しています。今日は県内ほとんどの小中学校370校で、合わせておよそ1万9000人がテストに臨みました。小学校では国語、算数、理科の3教科、中学校では国語、社会、数学、理科、英語の5教科で試験が行われました。結果は7月下旬にまとまり、その後すべての教科の平均偏差値が2年連続で50を超えた学校名と取り組みなどが公表されます。